はい、どうもどうも。おはようございます。今日は8月の3日ですね。水曜日になりました。あ、どうもありがとうございます、今日は。で、もう昨日はね、ちょっとずっともう銀行が変わっていくからっていうことで、例えばいろんな引き落としとかありますでしょ？で、それを切り替えますっていうのをあちこち10件ぐらい電話しなきゃいけないかな。で、それでちょっとずーっともうやってました。まあ、今週いっぱいそれかかると思います。で、それをちょっとずっと今週やりますので、で、あ、すいませんけど、まあ、いろんな人がちょっと、お金いただいてますんで、ありがとうございます。で、まあ、応援してくださってる方も、できたら500円ぐらい、送っていただきたいと思います。で、送り先は三菱 UFJ 銀行のところでお願いいたします。はい、どうもおはようございます。で、ちょっと今起きたんですわ。で、今ね、いろんな、なんちゅうの、銀行が変わったから、変えたから、で、いろいろコピー取ったりしなきゃいけないね。それでもう書類がもう多いから。で、まあ、いろいろ書いてるんですよ。で、で、なんかガーシーさんのことをね、なんかウィキペディアでまあいろいろとまあ出てましたよね。で、昭和。
どうも。どうも。今ね、ちょっと銀行でも入れ替えてるんですよ。で、それをちょっとやって、まあ、10箇所ぐらいちょっと変えなきゃいけないんで、まあ、自動車ローンの引き落としとかも全部、今、それとか、レンタルのやつの引き落としとか、全部の、あれを、ちょっとコピーやらしてるんですわ。ちょっとコピーするね。一緒に行こうか。コピーがね、私の、この、お金入れてね、やるとこあってな。ちょっとコピーしなあかんね。うわ、コピー。ちょっとコピーをしなきゃいけない部分もそれが出てきて、で、それを、まだ銀行やらに出さなきゃいけないんですよ。で、結局もう金融機関の、再編っていうので、変わっていくのがあるね。
携帯電話の勢力も変わってきてるんですよ。だから、だからそれでちょっと入れ替えしなきゃいけないから。あとだ。ちょっとコピーしてきますね。一緒にコピーいきましょうか。ちょっとコピーしな。コピーしに行ってたんですよ。で、まあ、いろんな口座とかいろいろあるじゃないですか、引き落としとか。それを全部クレジットカード会社引き落としとか、それ全部銀行入れ替えてるからやってるんですよ。やることが。で、まあ、昨日も何食べたかも忘れてしまいました。どうもすいませんね。ちょっと休んでたんですわ。やっぱりちょっと休憩しないとダメだ。まあ8月9月はちょっと寝てます。まあ10月ぐらいからちょっと、10月4日ぐらいからちょっとまた動くかなと思ってんだけど、まあちょっとね、だからまあ、なんていうの、この証明、身分証明書とかそういうもののコピーを送れとか、
書いてあるんで、で、それをちょっと書いてたりとか、もう一枚コピーしてきます。ちょっと待ってください。もう一枚コピーしてきますわ。ズボン。まあ、全部一人やらなきゃならないけど、時間取られてるのですいませんね。まあ、どうせまあ、ないからやること。貼れないから。
お待たせ。ちょっと飲みながらやりますね。うん。で、ちょっとね、個人カード番号のコピーとか、免許証のコピーとか、健康保険証のコピーとか、そういったものを、うん、入れてくださいって書いてあるんで、で、それをコピーしてたんです。で、それをコピーして、で、うん。ものすごい大変なんですよ。うん。銀行入れ替えるだけで。で、うん。やっぱり手続きとか、ね、だから NHK のその、まあ、受信料のあれとかも、うん、あれも解約とかややこしいじゃないですか。うん、だからあれもね、足抜けしにくいんだよね。うん。結局は。結局その、まあ、ガーシーが、まあ、ギャンブル依存症で、まあ、どうのこうのなってるとするでしょ。うん。だから、NHK もギャンブル依存症もまあ一緒なんだよね。うん、金額大きいか小さいかだけの違いでやって。うん、だからギャンブル依存症が、まあ、お金破産してどうのこうなってるっていうのいいやつか。大王製紙か何、大井製紙かなんか忘れてたか、その製紙会社の息子も、まあそういった、うん。問題を起こしていたでしょ。だからそのギャンブル依存症であるとかいうことと、まあまあ、NHK がどうのこうのってなったことと全部まあうん規模が大きいか小さいかだけの違いであってね。うん。まあ、私そう思ってる。うん。今ね、証券会社の入金先の銀行の届け出を書いてるんですよ。で、それをまあ、うん、変えとかないと、口座、解約した時に、お金入ってこなくなるから、うん、それをちょっと今、ずーっとやってまして。
で、これは、貼るんですよ。ここの、あれに。で、貼って、郵便ポストに入れるんですよ。ちょっと海苔がないな。ちょっとどこ行った？海苔の入れ。海苔がない。海苔海苔。あった。これですね。これを貼るんですよ。これ貼って、でポスト入れるの。今からポスト入れに行くから。で、切手代もね、向こう持ちで貼れるんです。で、これを貼って。まあ、こういうふうに貼るんです。そんで、あとは、あ、そうそうそう、テープで留めておいて。ちょっと郵便ポスト一緒に行こうか。郵便ポスト行って。で、こういうにするわけ。で、あとは郵便ポストを入れて。だからガーシーさんっていうのはウィキペディアで見たんですけど、クォーターだったんですよね。知らなかった私。全然。なんかちょっと日本語の捉え方がちょっと違うなぁと思ってたんですよ。だからだから和田アキ子さんのタイプかな。雰囲気的には。だから、和田アキ子さんっているでしょ、
ホリプロ所属の方いらっしゃるでしょ。うん。あの方と気が合うような感じがあるなと思ったんで。うん。俺はそう思いましたね。だから、まあ、テレビタレントでいいんじゃないの？ちょっとなんか、なんとか、なんか吉本のなんとか、あれか？うん。あそこに居候してたとか言ってて書いてあったけど、まあ、借りはあるよね。うん。それを裏切ることを言うんかなと思ったりするんだけどさ。うん。うん。ちょっとね、これ出しますわ。うん。ちょっと言って、うん。ポスト入れていきますね。一緒に行きましょうか。うん。いつもね、近くのね、ポスト行ってるんですわ。うん。これ便利ですよ。降りてすぐやからね。どうも。そんなに来てください。すいませんね。うん。まあ、なんでもないチャンネルですんで、ちょっとびっくりしたんですよね。まあ、羊がその、どのこのっていうの差別は、まあ、しませんけども、ちょっと日本おかしいなと思ったんですよ。うん。まあ、僕も日本おかしいけどね。うん。だからでもおかしいけど、でも日本語できない人間だったけど、国語できない人間だったけど。だから、ビートたけしさんとか、あと和田アキ子さんの成功と似てるね。うん。だから、それなりにお金稼げるっていうだけの要素はあったと思います。うん。だから、ああいう、なんか爆弾少年の話とかの話もできたんでしょ？うん。で、日本もエンターテインメントのようなことができるようにしたいっていうことなんでしょ？うん。無理無理。無理。無理やる理由は、したいってガーシーが言っとったわけでしょ？うん。朝鮮の韓国のように、日本もそのエンターテインメントでもっと夢のある人が出てきて、世界中やニューヨークの方に売れるようにしたいっていうつながりは、韓国の人やってるけど、日本の場合はつながってないって話してたんでしょ？うん。で、それをガーシーさんは主張してたわけでしょ？うん。だけど、それは無理。それやってたら、いつまでやっても日本は這い上がれない。だから人材のその紹介業っていうことを、まあ彼はやろうとしたんだろうけども、日本人がアメリカの方でハリウッドとかああいった工業界で、まあ入り込んで成功するってことは、うん、今後絶対ありない。もうこれは自分が芸能界に14年いた経験からして、まずありえないわ。ね、話が来ないね、うちのとこへ。うん。だから、私はずーっとプロダクションにいた時でも、声かからないもん。
なんか興味がないっていうのがあるのか知りませんけれども。で、うるさい人を、雇わないんでね。だからそれもあるから、日本人の扱いが難しいんですよ。だから日本人がエンターテインメントとして成り立つっていうレベルの人って言ったら、どういうレベルの女優さんから上になってないとダメかって言ったらね、誰だと思う？もう島田陽子さんじゃダメなんです。もううちのプロダクションの、あれやけどさ。うちの身内のこと、よく悪く言うのもちょっとあれなんだけどさ。どういうレベルの女優さんやったら世界で日本の女優だって言って頑張れると思います？島田陽子さんじゃ逆風俗なの、僕から見たら。申し訳ないよ。申し訳ないけどね。うちのプロダクションのことをその悪く言うのもおかしいけどね。誰で普通やと思います？だからアメリカのそういった、ハリウッドの女優とか並べて、日本がこう、女優が出て、恥ずかしくないレベルの人って言ったら、まあ、一人か二人ぐらいしかおらんのよ。で、死んだ人を入れても三人ぐらいですね。じゃあ生きてる人を、じゃあ死んだ人を入れようか。死んだ人で、この世にいない人で、二人ぐらいいるんですよ。で、生きてる人で一人いるんですわ。三人ぐらいだね。一人はね、ちょっと名前忘れちゃったんだけどね。必殺仕事人って、時代劇あったやろに、テレビドラマあったよね。あの時に藤田誠の、もう一人で女性の役やっとったおばさんいたでしょうに。おばさんというか、熟年の方の。あの方か、あるいはもう一つ、まあ、あれやったら、田中絹代ですよ。田中絹代さんと、その久しぶりの藤田誠の、まこやんの、一緒に出た女性の、熟年の方ですよ。三人目は、今生きてらっしゃる方だけど、吉永小百合さんですよ。その三人が、いるとするやん。そしたらそれが、100人ぐらいいなかったらダメ。そしたら、日本がエンターテインメントで、ハリウッドに出るだの、まあ、朝鮮の人とこう、ニューヨークで交流するだの、できると思いますよ。だから、そういうことなんで、ね。何て言ったかな、あの方。顔は出てくるんだけど。何て言ったかな。もう最近も亡くなりになった方ですわ、女優で。もう90歳ぐらいです。の方と田中絹代さんと、それから吉永小百合さん。それまでだね、僕から見て。
まあ、それが国際派女優だとか、国際派エンターテイナーだっていうのは構わないけど、島田陽子さんではねえっていうのは僕の考えですね。まあ、頑張ったら認めなきゃいけないけどね。まあ、そういうところかな。で、その朝鮮とその日本の関係って言ったって、まあ、朝鮮人だけ頑張らせたらいいんじゃないの？ に日本人がニューヨークで成功することが全てじゃないしさ。前田敦子さんもそうなんやで。向こうの人。だから日本人と結婚したら喧嘩なんね。で、離婚したでしょ。だからいいように見えるなと思ったんだけど、よくほじくったらもうがっかりだなっていう人が芸能人多いね。なんでか知らんけど。で、俺みたいな人間っていうのは、なんだこいつは、クマはなんだこいつはって思うけども、まあ中見たら、ああ、中身は違うなっていうのは私なんですよ。で、他の芸能人は、入り口はいいか知らんけど、よくしゃよくしゃべったらがっかりっていう人多いね。だから僕とあの他の芸能人と全く逆のような気がするわ。まあ、議員さんについてはあれちゃう？まあ、ガーシーさんはクビになると思いますけどね。だから山本太郎さんが繰り上げになってなると思うけど。今度あれか、立花さんまだ違うことやってんの？
なんか、NHK 以外のことで何やってんの、あれ。まあ、受信料取り立てるのをどうのこうのっていうのをやっとったんでしょ。で、それがまあ、取り立てがもう終わるから、次にな、なんか違うことやってんのかな、あれ。宗教団体の、お金を返せっていうことの、あれか。要するに統一教会とか 創価学会のカルト宗教団体に対して、献金をしすぎたと。で、献金をしすぎたから、お金を返せるもんなら返せる分は返せと。それのなんか 家業を今度か、あの、やるいうこと？立花さんが。もういいと思いますよ。だから、今度 NHK じゃなくて、カルト宗教団体に対してやるっていうことか。いいんじゃないの？だから言ったやろ、だからこれは、結局どういうことか言ったら、山の神様が殺せなかったら、そういう仕事の家業にはならんかった面もあるってことやろ？だから、わし言うてん、山の神様が、何殺してそういうことになったから山の神様が猟銃で殺してくれたから猟銃で駆除してくれたからこういう社会問題になってで、あれでしょ？だわし言ってん、あの方のおかげで、NHK 党にとって優位になる面が出てきますよって私言ったでしょ？もうそれ当たってるじゃない。言ってたよね、この動画で。ちょっとお茶入れるわ。それからちょっとお湯沸かすね。それと、ちょっとポスト入れますか。ついてきます？みんな。ポストがどの辺にあるのかとかみんな知りたいやろうし。まあ今一人暮らしててね、しんどいのはね、ゴミを捨てるのめんどくさいんだよね。ペットボトルのね、ゴミを捨てるのがね、辛くてね。まああとはね、オートロックだから、オートロックをね、こう持ってないとダメなんですよ。それがね、もう。で、部屋の中にね、ずっとゴミいっぱい溜めとくのも私嫌いだからね。普通の人よりはゴミの出すタイミングは早いです。それから、でね、分別がね苦しいのよね。
ペットボトルと割と分けなきゃいけないんですよね。ちょっと私もびっくりしたんですけど、京都にいた時はそうでもなかったんですけどね。ペットボトルとあれ分けて保管するんですね。だから私もこれ、してるんですけど。これあれかな、KK かな、ちょっと忘れ、KK で出さなきゃいけない。ちょっと定期だから締め直さなきゃいけないですわ。ちょっと待ってくださいね。またちょっとガムテープ止め直さなきゃいけないから。ちょっとやり直しますわ。これもちょっと定型っていうのはどこまでの郵便の大きさなんかがちょっと説明足りないんだよな。ちょっと定型でないとダメから縮めますね。
二つ折りにしないと定型にならないから。ここで脱がないとね、靴を。はい、ちょっとやり直します。すいません。ちょっと待ってね、これね、定型郵便でないとダメだって書いてあったから、だからその定型にするためにこう縮めなきゃいけないんですよ。それをちょっとやりますね。こういうふうに縮めないとね、送れない。縮め。で、こういち、これは定型の大きさになっちゃうね。で、これを。大きすぎると定型以外になると遅れなくなるから、それでちょっと、じゃあ今からポスト行きましょうか。ちょっとお茶入れるわ。お茶入れて、で、その間冷ましとくわね。鍵も持っていかないと中入れなくなっちゃうんですよ。めんどくさいんだよね。これで良いかな。SBI と。もう昨日何してたんかもう忘れてるわ。本当に。ポストいきますね。こっからね、こう出ますやろ。楽ですよ。ポスト入れたらいいから。だから定型だから声縮めないといけないです。昨日はね、
ちょっと熊を殺しまして、肉にも蜂蜜にもなんない熊だったから捨てました。まあね、心なし人間ですから。投票したって言って投票しなかった嘘つきの野郎でしたから、この前。投票をしたって書き込みしながら、後で調べたら投票しなかったって大嘘つき野郎です。そういうやつはもう相手にしませんから。で、ここにね、で、9時半ごろ取りに行くよね。で、これを間違いなく、い、じゃあそういうことです。ちょっとジュース買って帰ろうかね。スイカで買えるからね。生茶。天然水。あとは、カルピスウォーター。この生茶が美味しいな。これを、まあこういうスイカで買うんですよ。これを押す。音が鳴るまでカードをタッチして。この生茶美味しいですよ。これはおすすめですわ。これね、いいと思います。だから、なんていうのかな、メーカーごとにね、いい商品があるんですよ、たまにね。だから、キリンって言ったら三菱系かな、三菱の会社かな。ちょっと生茶飲むから。今ちょっとお湯沸かしてるからね。お店も閉まってんね。見せようか。空っぽやろ。ほら。
だから冷蔵庫だけ置いてあるね。ここの中華料理屋も潰れたんですよ。それから1階のバーも潰れましたし、だから店が3つもねなくなってるからね。だから最近なんかお客さんが来ないから、静かやなと夜寝れるんですよ。いつも言ったらもうね、騒がしいですよ、お客さんでうるさいってなってるんだけど、もう急になんか騒々しいのはなくなった感じですね。まあ爆弾少年もね、まあ、すごい流行ってるけど、これがヒルトンですか。はい、帰ってきました。やっぱり部屋にないとちょっと暑いですね。はい、どうも。まあちょっと茶飲み話でもしましょうか。ね。まあ結局和田アキ子さんとやれば気が合う人かなと思いましたね。まあチャンスに恵まれてた人だなと思いました。ウィキペディア読んでたら。だからおじいちゃんがやり手だったんだよね。多分そう思いますわ。それなんかだんだん大きいことできません。だからおじいちゃんとそのガーシーの本人とは似てるんだと思います、雰囲気が。まあ私はね、家族で誰も似てないんですよ。似てるとしたら4代前の人です。いつもな、このセブシーカーっていうのはでしょ。で、これを、まあ、マイナスよね。これを、この石を、この、これ乗せて飲んでるっていうのをやってるじゃないですか。で、このセブシーカーっていうのは、なんでいいかって、もうお酒飲むときにも使うんです。そうすると、まあ、内臓がんになりにくいっていうの。で、これをいつも、持ってて、でこれをこうやるだけで、がん細胞になりにくいっていうこと。それをいつも言ってましてね、動画で。で、これを見えるかな、これをですね、この上に乗せます。で、乗せながら、これですね、これをこの上に乗せて、まあ30秒乗せたら十分です。
普通のお茶です、これ。うん、でこれをこの上にのせたら、まあ30秒以上のせたら、お茶が美味しくなって、あとお酒やアルコールや缶ビールも全部のせるだけでいいです。うん、でこれを、毎回毎回私やってる。じゃあ、一杯飲みますね。キリンの生茶です。はい、いただきます。うん。美味しいですね。うん。香りがね、強くなります。セブシーカーっていう商品でね。うん。で、これを、いつもこの上に乗せて。うん。あ、おいしい。さっきはね、証券会社の書類書いてたんです。で、証券会社に銀行の口座変わりましたっていう届け出を出してたんですよ。そうしないとお金もらえないから、残ってるやつと。でそれでちょっとパソコンショップ行って、そこでなんか1時間ぐらいパソコンのあれプリントアウトして、でプリントアウトしたものでないと書類変更できないんですよ。うん、それを書いて今郵便も出したんです。うん、あ、それからね、なんか家賃を払うとか、もうなんか今、パソコン上で変更できるんよね。うん。びっくりしたわ。今までだったら変更用紙を送ってくださいって言うて、それでわざわざ反抗してやるっていう仕組みやったんやけど、それがなんかうん、なんかその三菱銀行だったらもうネット上でそれの手続きできるんですよ。印鑑なしで。びっくりしたね。うん。あとなんかクレジットカードの引き落としあるじゃないですか。で普通クレジットカード引き落としだったら用紙をクレジットカード会社に電話して、で変更しますかって言って請求して、でそれでようやくまた返信用の封筒にそれをまた書いて送り返して、で2ヶ月ぐらいかかるっていう話でしょ。うん、それがね今どうなってるかって言ったらね、うん、なんかカード番号でとなんか自分の情報を書いたやつのなんか、うん、なんか ID を作ればそのカード会社だよね。うん、なんか三菱銀行みたいに大きい銀行やったら、ハンコなしで、あるいはその手続き用紙を請求しなくて、直接そのクレジットカード会社のサイトの中で、まあ、ログインして、で、そこでその銀行の変更だっていう、なんかこう、うん、書いて、うん、口座番号書けば、うん、それで変更できるんだっていう。うん。で、今それやったんだけど、うん。あれは、なんか家賃の引き落としとか、代行業者とかも、なんか同じ三菱の系列やったからっていうことで、うん、ここのね、管理会社あるやろ。で、管理会社があって、家賃の収納代行会社があるんですわ。で、収納代行会社が、うん。まあ、その、系列会社やったっていう関係があるのかな、三菱の。それで、もうわざわざその資料を取り寄せなくても、その収納代行会社のサイトの中の、まだログインをすれば、うん、ログインをしてユーザーページに入れるっていう状況にすれば、直接三菱銀行の
引き落としの手続きできるんですよ。うん。それちょっと今びっくりしたんですよ。うん。だからそれがびっくりなの、私が。普通だったら、そこの収納代行業者に電話して、すいません。今度はゆうちょ銀行から三井銀行変わるんですけど、用紙送ってくれませんかって言って、お用紙をこう送って、1週間かかって送ってきて、で、書いて、で、またその代行業者に送って、で、代行業者が銀行のところに出してって感じで、2ヶ月ぐらいかかるんですよ。それが、そんなことをしなくてできるっていう仕組みになってるので、ちょっと私びっくりしてるわけ、今。うん。で、それはクレジットカード会社でも、そういうことの変更が簡単にできるっていうことが、最近分かったんです。うん。で、ちょっと今びっくりしてるわけ。ほんとけって感じで。だから詐欺のサイトに入って、情報抜き取ってるだけと違うかと思ったわけですよ。フィッシングって知ってます？うん、だから、詐欺のサイトで、誘導して、個人情報を盗んで、クレジットカードの番号を盗んで、お金に使い込まれるっていう事件あるじゃないですか。うん。あれと重なっちゃうのね、自分の考えの中に。うん。だから、その辺のリスクっていうのはどうなんかなと思ったりしたりするんですよ。うん。まあ、そういうことないと思うけどね、今回の場合。ないと思うけど、そんなに簡単に手続きが変更ができるんだったら、なんか詐欺ちゃうかって思ってしまうの、もうまあそう思っちゃうな、僕らの世代から見たら。うん。私も詐欺のサイトやれ、もうね、2、300万ぐらいやれたかな。もう笑っちゃうよ。うん。まあそういうことを今ちょっとやってるわけ。うん。で、1ヶ月ぐらいちょっとゴタゴタします、これ。うん。で、このセブシーカーという石をね、まだ使ってますんで。うん。だいぶこれ汚れてきたでしょ。これちょっと一回掃除しなきゃいけないんですけどね。朝はね、東急ホテルで朝ごはん食べてたんですわ。うん。夜はね、もう食べずに寝てしまいました。うん。だから、昨日はね、もう、くたびれて、もう、ずっと今は寝てたかな。うん。いつ寝たかも忘れちゃってさ。うん。朝ごはんはちょっとしっかり食べてるけど、もう、昼夜食べずにもう寝ちゃってるって状態ですね。だから立花さんは次は宗教団体の被害者を集めて回収に回るっていうことをやるいうことでしょ。うん。いいんじゃないの？それで。
あ、どうもありがとうね。4人も押してくれてありがとうございました。うん。まあちょっと2ヶ月ぐらい休んでます。うん。まあ10月ぐらいから動こうかなって今思ってるから。いや、ほんといろいろ応援してくださってありがとうございました。この、7ヶ月間。ありがとうございました。もう書類も全部整理のことは全部終わりましたんで。まあ、なんでこんな夜中にやるんですかっていうとね、昼は暑いでしょ。昼暑いから、こういう時期は、もう、夜は早く寝て、朝はこういう時間に起きるっていう状態です、いつも。毎年そうです。夜のもう5時ぐらいに寝てしまって、もう、今頃起きるっていう状態ですんで。誰か書いてくれた？あ、書いてない。そしたら1時間半過ぎたらやめるわ。で、どうしても見たい人は、サブチャンネルと来てください。あんまり長いとちょっとその、見る人がちょっとくたびれちゃうから。だからまあ、うちの父親がちょっと連絡があったら、京都行かなきゃなんないんで、荼毘にしましたって連絡入ってくると思うから、まあ、しょうがないな。まあ、中学高校の時はもう授業ついていけなかったからね。もう先生の言ってること全然わからんかったわ。もう全然わからんかった。じゃあ、この辺り切らしてまいります。で、またちょっと熊のベアはまだ見つかってないんで、まあ、なんか気に入ったもあったら、買います。今のところ見つからないんで、しばらくベアお預けとさせていただきます。どうもお疲れ様でした。で、パンダだけちょっと車に飾ってありますんで、しばらくパンダでやります。お疲れ様でした。では、失礼いたします。